おです、こんにちは、こんばんは、ポテトです。今日もデッドボールでやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、スパサバ発動でどれだけ足が速くなるのかということで第2弾見ていきたいなと思います。はい、前回の動画見てない方はですね、そちらで詳しく見ていただければと思います。前回の動画ですね、かなり衝撃的な、個人的な衝撃的な真実が分かりましたが、ですね、走るたびにスピードが違うよということが分かりましたねと。今日はそのジルーをスパサブで、後半から出してですね、後半の頭から出してどれぐらい足が速くなるのかというのを見ていきたいなと思います。スパサブで、後半やっていきたいなと思います。こんな形で何本か走ってきてますよと。ドン、はい、こんな感じですね。今回もですね、前回の動画の通りスピードに若干ブレがありますね。速く走れてる時と走れてない時がやっぱありそうですね、この感じは。ということで、このベストなタイム4本目ですね、4本目のこのジルーを前半の時に走ったこのジルーを見て、見比べていきたいなと思います。前半のジルーがこの下の矢印になっていきます。これがどれぐらい速くなるのかを見ていきましょう。お願いしますよ。レディーゴー。おやえ、ちょっと待ってくださいね。これなんか昨日も同じ展開だった。こんな、おい、マジかよちょっと待ってくれ。スタート一緒ですね。駒送りで見ていきましょうよと。ここは、そんな変わらない。同じじゃねえか。どういうこと？なんなら前半ジルーのが若干早い可能性すらあるよね。これ1コマ未満なんでそんなにここは言わないですけど、マジで？念のためこれ今ベストの2つなんですけど、ワーストの2ついきましょうか。スパサブの時とスパサブじゃない時の、ワーストの2つですね。ここスタート同じですよねと。若干これずれちゃってるんですけど、この最後のラインに早く到達した方が早いってことが分かるので見ていくと、同じやん。スパサブ足速くなんないのかな。どう思うみんなこれどう思う。ちょっと駒送りで置く、駒送りで動画にしとくから、これちょっと見て。これなんか間違ってたり言ってねどっかおかしいとこあったり言ってね。同じやな。僕の MacBook もすごくファン回ってますね。これ処理追いついてない。とりあえず今ジルーで言えることは、スパサブで足は速くならない。後半から出しても足速くなってないということが分かりましたね。いやでもちょっと待って、このままじゃ終われない、さすがに終われないんで、また動画出します。次、足もうちょっと速い人でやります。もしかしたら万が一ね、もしかしたらジルーでやったのがいけなかったのかもしれない。それもちょっとよく分かんないけど、数値が低すぎてね、なんかそんなさほど大きく出なかったみたいなことかもしれないから、コマンコマンでやっていきましょう。最後ね、もう多分そこでもう分かるでしょ。明日かな、明日だと思う。解決編、今日まではあれだね、コナンでいう事件編だね。次回が解決編になりますので、ぜひですね、見ていただければと思います。何かあればで、コメント等で教えてください。僕もびっくりしてます。とりあえずそういうことなんですね。ということで、今日の動画ね、参考になるかどうかわかんないですけど、よかったら高評価、チャンネル登録していただきながら、明日の解決編を待っていただければと。明日なのか、明後日になったらごめんなさい。の解決編を待っていただければと思います。はい、ということで今日の動画ね、これで終わりたいなと思います。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。